とうございました。ありがとうございました。いや、このメンバーで初めて水蓮花やったんですけど、どうでしたか？すごい昔じゃけんね、やったの。そうね、2015年とかの時、うん、そうなんですよ、すごい前に。そう、みんなが盛り上がってくれたので絶対サンフレッチェ今日優勝じゃない、勝利ちょっと早かった、ちょっと早かったよ、はい、勝利できると思います。はい、イエイイエイ、はい、そして今日のコラボメニューは柴崎選手の角煮飯と工藤選手の三色丼です。もう食べたよって人いますか？お昼ご飯でもまだなんじゃない？まだかな、もうすぐ12時。でもおる、意外といます、ね、はい、あちらで売ってるのでぜひ買ってみてください。それではサンフレッチェ広島が勝利できるようときめいてハットトリックを歌いたいと思います。